はい、こんにちは、二谷誠です。はい、こんにちは、長濱大です。今日もですね、20代のキャリアアップや起業に向けてのキャリカレチャンネルやっていきたいと思います。はい、はい、で、今日はですね、ゲストをお呼びしてます。おー、はい、ということで、K 君、K ね、はい、まあ、うちのグループで、今現在社長としてね、活躍してるんですけれども、今日はそんな K 君について、ゲストでいろいろ聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ簡単にちょっとなんか自己紹介的なありますか。はい、株式会社ネイチャーの代表取締役菊池 K です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今26歳なんですけど、会社建てて1年半ぐらいですかね。1年半ぐらい、はい、で、まあ、もともと経営なんですけど、免許証を見るとまだ、実は元女の子で、菊池舞ってなってるんですよ。そうです、そうだよね。俺銀行振り込みするとき舞って書いてあると思って経営のはずなの。はいはいはい、なんでそういう経歴を持ちつつ、今経営としてやってるっていう感じですかね。あ、なるほど。じゃあ今日はまあそういうのもひっくるめて、いろいろ聞いていきたいなと思うんだけれども、はい、K 君はもともと生まれはどこだったっけ。生まれは宮崎ですね。お、宮崎市、宮崎市。はい、おー、なるほど。ちっちゃい時はどんな感じだったの。小学校とか中学校。小学校、中学校は割とこのままでもう、本当に活発、ずっともう男の子と遊んでた。お兄ちゃんがいるんで、お兄ちゃんの友達と野球したりサッカーしたり、結構活動的なタイプでしたね。なるほど。で、小学校の時はでも別に活発だけど女の子としてやってた。そうです、マイとは呼ばれてたんですけど、幼稚園ぐらいの頃、自分男だと思ってたんで、お兄ちゃん、自分の中ではそういう感じだったんだ。そうなんだ。帰ってくると思ってた。なるほど、ね、自分は後から来るんだと思ってた。今ねえけど、今ない。なるほど。後から入るもんだと、入るもんだと思って活動してたら、男女でこう並ばせられるじゃないですか、背の順に。その時に女の子の方に並ばせられるんで、あ、ちょっと違うのかなっていう。あ、なるほど、なるほど、っていう感じで、小学校の子気づいたって感じ。へえ、その時お父さんとかお母さんはどうだったの。お父さんとお母さんは、男の子みたいな女の子として扱ってたんですけど、でもランドセルが赤いランドセルだったんですよ、今はなんか茶色とか色々あるじゃないですか、もう黒と赤だったんですよ、自分の時は。あの赤いランドセルを自分でハサミでちょん切りましたね。ちょん切ってで、ランドセルからえないからトートバッグで行きたいって言って、学校の先生にも交渉して、トートバッグでずっと行ってました。あ、そうなんや。ちなみに分かんなかった、今「からう」ってあったけど、からうですか。あの、いや、それ標準語じゃないから。あ、そうなんですか。すっげえ普通に言ったけど、背負うことをからうっていうんですか、九州の人は。ああ、九州なんだ。でも、切ったんだ。切ったってこと。怖い。何年生ぐらいの時に。小2、3ぐらいの時にも切って、もう嫌だと。はい、で、七五三とかも着物着るの嫌だったんで、写真は一応撮ってたんですけど、全部もう顔ふてくされてます。ああ、嫌だと思ってて。そうなんだ。嫌すぎて、スカートも一個もなかったですね。あ、もうじゃあほとんど入ったことないみたいな。お兄ちゃんの下がりとズボン。あ、でもその時は運動とかを。運動とかも結構やってて、サッカーをやってた時に、たまたまサッカーやってるところを、少年団の監督に、スポーツ少年団、そうです、そうです、でスカウトされて入ったって感じ。へえ。中学校行って。中学校はちょっと親元離れて。あ、もう中学で。そうです。へえ。中学校上がる時に特待で鹿児島の強いところに入ったんですけど、そこから寮生活で。あ、そうなんだ。それは何？そのサッカーだけど女子チームやの？男子チームと混ざってないの？もう、もろ女子サッカーです。あ、女子サッカー、はい、いわゆる今でいうなでしこジャパンとかの。はあ、どれぐらいまで行ったの？その時代は。全国優勝とか。マジで？中学校の全国で優勝するチームだったってこと？はい、めちゃめちゃ強いじゃん。そうなんですよ、結構いいとこでやらせてもらってて。はあ、ちなみにポジションは？ポジションはいろいろやってたんですけど、一番多かったのはボランチです。はいはいはい、一番なんか全部見なきゃいけない、攻めもできて守りもできるみたいな。わかりました。じゃあもう本当にじゃあガチで全国行くような選手として、じゃあ中学校はもうずっとスポーツをやって、で高校は。高校は全国終わった時に、辞めて一回地元戻ったんですよ。はいはいはい。で近くの高校入ったらハンドボール部に勧誘
されて、ハンド入って、そこでも全国行ったりとか、九州大会行ったりとかして。なるほど。え、なんでそんなにサッカー強かったのに、そのまま高校サッカーやろうと思わなかったの？いやもうちょっと天狗になって中学校入ったんですけど、本当に11人中6人日本代表みたいな感じのチームで、なでしこのそのジュニアとかその年代別のところに合宿行くような選手がいっぱいいたんで、で心が折れて、あ、もうすごすぎて、そうです、地元ではチヤホヤされてたんですけど、すごすぎてもうここで1位取っていくのも難しいな、ここでレギュラー取るの大変なのに、なでしこ目指しててさらに全国ってなると、結構きついなと思って心折れて違う道行こうと思って、地元の高校入ろうと思って戻ったんですね、え、じゃあその同期というか、はい、同級生でガチで日本代表とかになった人もいる？います、いるんだ。結構知り合い出てますね。あ、知り合い出てる。なでしことしてすごいね。そうですね、あの澤選手とかは自分たちで言うとどれぐらい上なの？でも澤選手とプレーしてる人たちも同世代ではいたんで、あ、なるほどね。じゃあそういう経験をして、じゃあ高校は地元でハンドボール、はい、それも頑張ったの？やっぱりハンドボールも結構頑張って、負けず嫌いだったんで、なんかやったらやったでちょっとやんないといけないなみたいな。でそこで先生がちょっとスポーツで有名な人だったんで、はいはい、ハンドボールやってたんですけど、大学はあのサッカーで特待取ってきてくれたんですよ。またサッカー戻れて、で短大はあのサッカーやれたって感じ。あ、そうなんだ。じゃあ、まあ、本当に学生時代もスポーツ選手だったんだね。そうですね、スポーツしかやったことない。なるほどなるほど。じゃあ、まあ、そういう経験があってっていうので、で、まあ、K 君はね、その、まあ、いわゆる今だと LGBT、ね、はい、っていうというあれなんだけど、その時中学高校の時からまあそういう LGBT みたいな言葉はあったの？いや、あんまりなくて、ただ中学校の時にラストフレンズっていうドラマ知ってます？あの上野樹里とか、なんか名前はね聞いたことあるようなないような上野樹里と、長澤まさみ、ほうほうほう、ここら辺が出てる、で上野樹里さんが、LGBT 役で、あの女の子に生まれたんだけど男の子で、っていうので自分が初めて、あ、これかもしれない、あ、そういうあれがあるんだみたいな、中2ぐらいだったと思う。はい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 、ドラマで知りました自分の。あ、そういうのね。そっか、それまでは自分がどうカテゴライズするのかっていうのは自分の中では分かんなかったけれど、ね、たまたま、あ、こういう風なあれなんだっていうのが分かって、はい、へえ、なるほど。でそこで結構 LGBT が有名になったんですよ、全国的に。あ、なるほど。そうだよね、今じゃもう結構ね、なんかオープンな感じで左利きの数ぐらいいるって言われてます。あ、そんなにいるんだなるほど、そっかそっか。でどうなの、そのじゃあね、ずっとそのサッカーチームとかでいたら、はい、その彼女じゃないけれど恋愛事情はどうやったの、そこは。なんかチームメイトは戦友なんです、はいはい、おだから何も思わないです。あ、好きになったりとかはしない、しないし何も思わないし、まあ、むしろあの一緒にお風呂とかも全然入ってたし、雑魚寝で一緒に寝てたんで、はいはい、何も思わないです。うーん、だからやっぱクラスの可愛い女の子とかに言ってました。あ、普通にやっぱ可愛い女の子は好き、はい、え、ちなみにどんな感じの人が、芸能人で言うと可愛い系とかモデル系とかあるじゃん。シーナリンゴが綺麗なお姉さん系が、なるほどね。じゃあまあでもそういう経歴があって、はい、でじゃあ短大でまたサッカーやり始めて、短大も九州？短大は愛媛の方に行って、今あの愛媛 FC っていう男子があるんですけど、うん、レディースもあって、うん、でそこと系列してるあの短大に、へえ、そこを卒業して、はい、で社会人になってた。そうです。で一番最初は何やってたんだっけ？仕事は、トレーナーですね。むしろトレーナーしかやったことなくて、スポーツトレーナーみたいな。そうです、うん、で研修経て社長なんで、あ職歴がないんですよ。なるほどね。スポーツトレーナーは社員としてやってたの？それか個人事業主として契約社員としてやってて、そこは何年ぐらい？は2年半ぐらいですか。東京？いや、宮崎で、コネでもそのまま入った感じ。あ、そうなんだ。え、自分はプロとかそういうなんかスポーツの世界でなんか上を目指そうっていうのはなかったんだ？本当はあの卒業文集とかに書いてたんですけど、はいはいはい、まあ、さっき言ったように挫折したんで、うん、もう無理だっていうのも分かって、うん、ちょっとスポーツやってしかやったことないからトレーナーになったって感じですね、うん、流れで、うん、なるほど。で、やっぱトレーナーやってみてもなんか上がないなみたいなのあったの？
そうですね、まあ、あの結構環境的にはお客さんにもめちゃくちゃ好かれるし、うん、先輩後輩もスポーツやってきた仲間なんですごい楽しかったんですけど、うん、あの給料が手取りで13万ですね。スポーツトレーナーってすごい安くて、そんな安いんだね。なんでもっといけるなと思って、もっとなんかないかなっていうので探した時にたまたまうち見つけたみたいな。そうです。本当毎回ねゲストでいろんな人いるけど、で結構たまたまな感じがする。たまたまです。そうだよね、たまたまだよね。でもね、トレーナーを5つ受けて全部書類で飛ばされて、はいはいはい、でバイトをしないとやばいと思って、うん、楽しそうっていうだけで受けて。あれその時俺東京じゃなかったんだっけ。いや東京ですね。もうあもう先にじゃあもう東京には出ようと思ってたんだ。そうですね、うんうん、で出て2ヶ月間決まんなかったんですよ。でもその時は結構やばくて、本当に無知だったんで、うん、不動産の人に、うん、あの家賃10万円とかって普通ですよって言われて、まあ結構でも高い方だよね。そうです、うん、で徒歩25分駅からのところで家賃10万だけ、うん、何駅練馬区の練馬の歩いて2分で和光市です。それが10万円、はい、で2ヶ月プータローしたらもう超やばくてどうしようと思って、で、本当に日払い工事給で検索して、うん、アローズ。あ、そういう感じだったんだ。でもカツカツで入ってきたんだね。カツカツで入ってきました。あ、そうだ。まあでもその出会いからね、気づいたら今じゃもう社長。それがど何年前？3年前ぐらいだもんね。そんな昔の話じゃないよね。じゃあ3年前は練馬に住んでたところから今や社長になったね経緯をこれからちょっとまあいろいろ聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、続きは次回の動画ということで、はい、いろいろまた聞いていきたいなと思いますので楽しみにしていてください。はい、はい、キャリカレチャンネル、よかった方はですね、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。はい、あとですね、あの LINE アットに登録していただけると、20代で、1000万円以上稼ぐガイドブック、っていうのをプレゼントしておりますので、どしどし LINE アットの方にも登録していただければと思います。で、会社でね、働く仲間も、僕たち募集しておりますので、うん、まあ、これからね、何かこうやっていきたいっていうので、まあ、働きながらですね、まあ、キャリアアップをしていくだったりだとか、うん、まあ、企業経営勉強したい、将来いつかね、自分で何かやるためにいろいろ学びたいっていう人はですね、ぜひぜひ LINE アットの方からメッセージいただければですね、会社の見学等も、しておりますので、どしどしそちらの方もご応募いただければと思います。